もうね、今日多分ちょそんな多くない、いつもよりね、ですね、うん、いつもよりは少ない気がするけど、でも結構ギリギリバッて増えるから、ね、いつも。ちなみにですけど、はい、ちょっと配置が変わっているそうです。あ、そうですね、ちょっと見ました、しまず、うん、見たの、見ました、そん、え、うん、送られてきたから送られてきたから自分で開いてねえのかよ送ってきてくれたスタッフがありがとうありがとうございます。俺にも来たなそれそう、でもすごい変わってて、はい、だからほら ND がね1台とかになってたりとか、そうね、2台だった機種が1台とかなって、ま、あとなんか離れてんのかな、コーナーが5スローが10スローになってたりとか、うんうん、10スローのところにこう ね台が移動したりとか、居心地いい島がありましたね。そうです ねで、だから例えばさ、末尾とか、うん、今まで言ってるじゃないですか。そうですね、基本的にそれ系が当たりのような気がするけど、なんかそれをなんかこう朝からこうなんでしょう、ビタズモじゃないけど予想できればいいですよね、その居心地のいいところ行けそうだけど。確かにね、わかんねえんだいつも。今日は、はい、どうするんですか今日。23、5月23日、あ、5月、え、でも5じゃね、じゃあ、もう55じゃね、逆じゃね違う、そういう考え方違う。でも今まではあったよね、うん、足して みたいなのがあったよね、5っぽいみたいなのとかが、前回はなんだよ、6だったかな多分。覚えてんすね、うん、そうだ、かけたんじゃねっつって、かけたの23が6で、ああなるほどね、うん、でも3台並び減った、いや、でも騎手またぎでしょ、関係ないでしょ、3台並びだから別に。あ、そういうことか、そういうことですよ、多分。はい、ナンバー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 バーン、でどうやって、うん、どうやってクラスを直すんだこれ。え、難しい、どうしよう。来ました、マドカ新編取りました。マドカだったら打ってれば分かりやすいからいいんじゃないですか、うん、分かりやすいですよね、うん、分かりやすい、分かりやすい。今聞こえる？聞こえないです。あー、あ、今なんか入ってます、来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 た、いや今来てないです、なんで。あ、簡単スタートいける、うん、今日はバラエティーコーナーから行くと、うん、というかなんか結構本当隣の通路もバラエティーみたいな感じになってるじゃないですか、うん、そうね、そうだから、まあでも普段から、うん、分かりますよ、この台番が333番台だから、そう、いつも気になってはいた、俺も過去ずっと気になってた、うん、そうですよね、1回当たりっぽい時ありましたね、っぽい時ありました、うん、そう、でもそれ結構前だから、そうだね、 1回目かな、そろそろ来るか、うん、だった気がするんで、はい、そろそろまた来るんじゃないかなと思ってます。で、一応朝話してた、はい、まあ、角はちょっとね、はい、なんか周り見えないし、はいはい、なんか不利になるかもしれないし、はい、結構並びだったりすることもあるかなっていうので、はい、なるね、加藤さんにしてます。はい、わかんない、また足してくるかもしれないし、かけてくるかもしれないし、引いてくるかもしれないけど、はい、うわ、なんか置かれた スイカチャンスゾーンと、はい、初当たり時のチャンスモードをこう、はい、数えましょう。はい、いやなんかすごい久しぶりにカチカチくん出したかも、はい、いや俺の出し、それあ、いや出してないけどまあ、いろいろ推測要素はあります。お、ちょっと広角いればいいんじゃないですか。あ、いいですよ、結構展開的には。絶対当たってると思えない。うん、いない、残念。はい、あ、無理、 41% の人々があと40年もしない、よかった、はい、はい、2回目ですね。
あれ熱いよちょっと。おお、チャンスゾーンあるかも。ちなみに設定6だとチャンスゾーンは4分の1です。スイカの 25%、はい、でチャンスモードにチャンスを行くと。もう1回、あ、来た。3連続はチャンス行きますね。あ、行かない。あれもう1丁、いない。あれいないの。いた。あ、いた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 。お、2分1。よし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 。だから覚えやすいのは、はい、チャンスゾーン移行率も6だと 25% なんですよ、スイカで。であと、はい、モード、うんうん、通常モード、チャンスモード、まあ、チャンスモードに設定差あるじゃないですか。ちょっとごめんなさい、聞こえたり聞こえなかったりです。ソルジェムが右側が赤くなる、当たった時に。あ、右側が上がってれば、まあ、チャンスモード濃厚なんですけど、はいはいはい、そう、それも設定6で 25% なんです。ほう。だからスイカのチャンスゾーンと移行率一緒なんで、サンプルが取りにくかったらもうそれ一緒にしちゃって OK かもね。俺は結構それでやめます。だから 25% 要素って言って、スイカのチャンスゾーン、スイカからのチャンスゾーンと、ボーナスの、当たった時の、モード両方合算で 25% 要素で考えてやるとサンプルが、まあ、集まりやすくなる。うーん、なるほどなるほど。あ、お、これスイカだったら 50% だっけな。チャンス目だったら当たり。50%あるぞ。外すよね、すいません。頑張れ、ラストボタン出てこい。あ、残念。まあしょうがないですね。はい、汚れた。はい、汚れちゃいました。汚れちゃ。難しいですよね。だから末尾見ててその台が当たりだから、じゃあその末尾をやるか、その両隣をやる か, やるかみたいな。え、でもさっきほら、うん、クレアとかこの辺もあるかもって話をしてたじゃないですか、うん、もしかしたら、はいはい、可能性としては3台並びで打ってもいいですよ。まあいいんじゃないですか、とりあえず。え、いやほら戸田さん手空いてるじゃないですか。打ってもいい。全然空いてないよ。全然空いてないです今。いや手は空いてるでしょ。いやいや、見て俺の手。いや、カチカチ君、自分で数えるわ、じゃあ。大事にカチカチ君握ってますから。イニシャル D は違うっぽいですね、今日もね。あ、違ったのか。番長が出てる、うんうん、あら、待って、私番長ちょっと行こうと思ったんだけど。もちろんこの台が当たりっていうか反応してくれるのが一番いいんですけど、うん、もし外れだったとしたら、いやもういやないわって言って投げれるような展開になってくれた方がいいですからね。ズブズブその後お金入れるよりかは、うん、確かに。そうそうそう、他に見つけられるんだったら、そうだから、とりあえず今1回当たりを組まれ、ただまだ360ゲームしか回してないけど。そうですね。そう、ただいつもいるあの常連さんもう今日まだ打ってないっす。そうなんですね。まだぐるぐるしてますか。まだフラフラしてるから、多分わかんねえなーって。俺らと同じような感じになってるでしょ、うん、どうすかなって。いやまあでもこの現場はね、やっぱりこうやって立ってるから、はい、はい、まあいい、いいよね。お、血がちゃんと巡りますからね。そうですね。スイカスイカスイカ、ちょっと待って、カウントカウントするから、カウント、はい、おい、ある、おい、ああ、ないかないか。あ、ある、まだ続いてる。あった、あった。3の1、3の 2? 3の2、すごい。え、あんじゃね。いやいや、でもいや相当反応していいと思いますよ、うん、すぐ思っちゃうんだけど、あるんじゃないって。ラスト、あれ、煽りない、最後って来ないんだ。あれ普通煽り来るような気するけど、てか子役も引いてるのに、うん、ダメなんだ。なるほどね。ただ汚れただけ、はい、すいません。汚れましょう、はい。汚れましょう、汚れましょう、汚れましょう、どんどん汚れてく。あ、400か今、400ただ基本的に後半の方が振り分け強いんで、うんうんうん、450超えてからですね。超えてからですかね。
さて400後半です、来てます全長。さあここは 24% とか 25% とかですね。25%ぐらい若干あの設定差がついてるんですけど、大体そんなもんです。なるほど。むむ、スイカ、スイカ引く、はい、引き出す。なんか反逆、この窓か新編はあれかな、確かスイカ本前町中でも、てか当たんじゃね。本前町中でもスイカはもしチャンスゾーン当選してたら後から出てきますかね。出てくんだっけな、確か。なんかそんなような気もするけど、なんか初代とかと違ったような気がしたんですよ、うん、お、赤、よし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 、とりあえずよかった。あるかな、これはもうほぼほぼありそうな感じと思っていいんですかね。あ、ウィンでいいよ、もうやりおった。よし、あ、え、あ、そっちか。お、え、ここでなのです。はい、これはどうなるかな、後で。そうね、後で何かが、後で何か欲しいです。うん、予告、よし、はい、次回予告。あ、あ、次回予告見なかった見たかったのに、なんか一緒に叩いちゃった、ごめんなさい。484、はい、484ゲームです。600までいったら、まあちょっとどうしようってなったけど、まだいけますね、これだったら。まだいけます。まあ通常でしょう、うん、しょうがないですね。はい、投資が12,000円です。ラスト、ラストか。まあまあしょうがない、全部黄色、はい、まあまあ行きます。うん、まあまあ、うん、そう普通よ、うん、うん、いけ、うん、まあ、同じことしか言わねえ、はい、で、はい、次元回してセリフ聞きましょうね、はい、左タッチ画面、あ、インキュベーター、インキュベーターは、グースしたです。グースしたか、うん、なんか吉宗がちょっと怪しいかも。吉宗、松見さん、松見来たんじゃない当たったんじゃない、もしかして。ファーロさん、ファーロさん、あの7つの滞在、はい、7つの滞在祭り3です。ああ、そうなんだ。で多分打ち続けるんで、ああ、あるかも、あれいいんじゃないって思っている。でマイジャグは並びっぽかったんですけど、結局1台だけになっちゃってるんで今、あそこ並びじゃないっぽい。でもでもう1台あるガメラ、はい、ビッグ1のレギュラー3回っていうのがあるんですけど、それも祭り3です。来てる、あれ100のところ行ってる、あ、チャンス目、そうなんですよ、チャンス目、うん、何も引いてないです、何も引いてない、はい、あ、スイカを引いて、あれチャンスの治りかなと思ったら、あ、ちょっとチャンスモードっぽいな、はい、なんでチャンスモードっぽいです。まあまあまあ、でも全然まだなんか、いや絶対ねえわって言えるような、うんうん、あの展開ではないです。ない、うん、絶対そんな、むしろ私はもうなんか周りの人のその周りの台を見てきてくれた情報を聞いて、そうよ、ありそうだなと思ってますけど、むしろみんな松見さんを打って頑張ってやってる中でこのぐらいの反応してたらだいぶ強い方ですからね。ですよね、うん、もう全然信じていい、台の挙動なんかよりも大事なものがありますからね。はい、あ、違いますね、第1回目の時とかと。え、何ですか、なんかいた、なんかいたよ、チャンス名、赤い、おお、マドカの赤文字はあっち、そういうことです。ユニバ系の赤文字熱いからね。そうですよね、絆とかも熱い、ほぼほぼバイオもそうだしさ、もう大体、ああ、そうじゃん、そうだ、そうでしょ、そうかそうか、あ、もう当たりましたね、あっちいいね、あ、強い強い、煽りも強いです、強いですよ、よっしゃ、おお、さあ行くか、熱い、そうなの、もう一回続け、オッケー、はい、当たってます、あ、よし、よし、間違いなかった、はい、よかった、よし、チャンスモードいてくれ、お願いします、ドン、
ドン。チャンス目からですね。10パー引いてんだよ、10パー引いてんだよ、さっきのフェイク赤来い。あー通常だ。あーってことは、まあ、さっき10パー一応フェイク全長10パーあるんだね、だったってことですね、はい、なんだチャンスモードじゃなかったんか。全部金だから確定じゃん。全部いけます、全部いけます、全部いける。なんか引けばいい。そう、連絡引けば確定なんで。どう何パーとかだっけ、十何パーとかだっけ。20パーはないよね絶対。そうですね、10パーもねえんだっけな。10パーもなさそうだけどな、体感的には。で次のゲームまで分かんない、次のゲームで引いてもいけます、はい、うん、ドン。残念ね、セリフ。あ、インキュベーターだ。あ、インキュベーター、またしても偶数。2連続インキュベーターですね。シサ、はいはい、ボーナス当たったり2回、はい、でスイカ7回、はい、でチャンスオンで3回入ってるんで、はい、25% で考えると合算すると9の3だから6うんぬんで考えればね、はい、まだいけますね。まだいけます、はい、さっきまでのテンションなくなっちゃったの。いやだってもう投資が26本、3万普通に行きますよこれは。もう全然全然、どうしたらいいんだ。だってあるじゃん川原さんの必殺技が。何ですか。え、必殺技、乾燥っていう必殺技があるでしょ。違う違う違う。怖い。さあ向こうの松尾さんのレイブンズ動きました。あら、ほらやっぱみんなそうなんだよ。いやー、え、でもそしたらやっぱ気になるもんね。うん、気になる。もう完全にでもここにいらっしゃる常連の方々と河原さんの朝の動きは一緒ですからね。よし、これマジで今日は。いやむしろ、うん、先を言ってた。先を言ってたよね、うん、熱っ熱っ。これ疑似連予告。熱っつ当たってるわこれは。さすがに、え、ちょ待って、ってことは通常にいるの。通常なのかな。でもやっぱ600いかねえんだな、すげえな。ちゃんとここで止まってくれるんだな。そうですね、そうですね、はい、そこそこ、いや、よし、484、また投資29,000。はい、さっきと全く同じゲーム数ですね、うん、まあそこの辺が強いんでね。まあそうですね。ああでもバラエティぼちぼち埋まってきましたね。おー、29,000円投資。肉です、肉です、肉、肉。あーもうそろそろちょっと3万以上はきついんで。マインカラッシュつかねえから間違えていいね、間違えろ。ボーナス、間違えない、そりゃそう、ボーナスです、めっちゃボーナス。汚れてろ。あ、それ、あー、こっから、こっから、あー、ないか。まあ、じゃあ AT 入れないとダメですね。そうですね、AT 入れられれば、まあ、後で汚れは使える、うん、あー、全般を通常だね、はい、通常ですね、やっぱもうここなんすよ、鬼門は。そう、でも赤まで、じゃあ連絡引いてないから、うん、今日ボーナス中まだ。そうなんです、うん、あんなに通常時、うん、びっくりするぐらい引くのに。いや今日はでもしぶといな、このソルジェム。ねえ、ねえ、硬い、硬いよね。守りがすごい。あーわー、お前か、もう一個、もう一個、あーお前じゃねえ。お前じゃない。おめえじゃねえんだよ、おめえじゃねえんだよ、おめえじゃねえんだよ。おい、あーやばい、ね、あー、来た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 、キョチキョチキョチ。オッケー、でも赤まで行かない、いいいいいい、弱者だけど、オッケーオッケーオッケー。しかも1個目、1個目だからね。一番最初に40杯よ。あーお願い、神様、私に力を貸してください。どうなの、大丈夫、頼む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 、よし、よかった、安心しちゃうもん。あー、よかった。あー、まあでも無事、はい、
マジカチャレンジ、はい、クリア。あとこれ終わらせなければいい話なんで。それがねまた難しい話なんですよ ね、 ね、すぐ何回やんねえと思うんだよ。そうすぐ終わるの。もうしょうがないんだけど、セリフ聞き忘れないでくださいね。あ、そうか、うん、ここの次もあるんですね。はい、ここ。あー、チーズか。あー、奇数。あー、やっと光らせられた、ここ。そうね、ここで最低保証以上乗せられれば最高、うん、はい。なんか引きゃいいかな。なんか引きゃいい。なんか引きゃいい。引いてない。 とりあえずこのさやかまみはダメなんで。はい、インデュー。そう、いっぱい乗ると水かけて20なんで。20。あー、だいや、だいたいそう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 よ。違う。あ、でも、うん、あれ役じゃねえのか。ラスト。あ、おなじみの人しか出てこない。タコ、まあ、はい、普通ですから。普通です。あ、うん、7つの滞在とか。松尾さんやめますね。あら、やめた。やめる。終わる、先生終わります。これが普通なんだよな。ああ、ここか。あるか。ないないです。はい、172枚。わかる、その顔。わからない。いつものあのグループの人が日暮らし打ち始めたから22番台、バツビーとかって言ったの。ちょっと待って。番長は2番台でしょ、に行ったからあれで、なんか、なんか出たのかな。なんか出たのかな。わかんない。飯行きましょう。もうもはやわからない。謎だな、答えが見えない、うん、正解もわからない。行ったらいい。行った、行った。くるみ割り行った。マジか。